マミムメモさやかです。スーパーマリオオデッセイパート10になります。なんやかんや週1投稿でパート10 2ヶ月ぐらい経ってますが、まったり今日も息抜きに癒されに来ました。こっからか、飛びますか。どこまで行ったんだっけ。あ、ショップ行ってないよね。ちょっとここに飛んでみていい？地図では結構簡単に書いてあるけど、行くの難しいんだっけ。でね、今回は 1080p でやってみてるのでニコニコ動画でも多少、綺麗な、あ、ほんとだ、綺麗な画質をお届けできてたらいいなと思っております。いつまでここに収まるのを待つしかないです。外の様子すんごいこのシム感ビルダーか、全然足りない。てかコインの人いないんだ。ステッカーあれね、 UFO に貼るんだって。 UFO じゃないオデッセイ号に貼るんだね。あの色がはげたところに貼るってコメントがあって、あ、そうなんだ。あ、こっち、あ、さすが広いさすが広い、都会ですわ。あ、パワーモン買おう。うん、買います。はい、これちゃんと英語喋ってんの。あ、待てよ。はいニュードンクシティでお買い物。戦争しよう、マリオ戦争できる。これ私もエージェントになろう。はい、着替える。オーケー。うん、なんかそれらしい英語喋ってるような気がしなくもないけど、わかんないや。はい、日頃売ってないもの売ってるわけではないの。あ、いいじゃんいいじゃん、マリオさん、ここに逃げ込んできましたと。よし、マリオさんも無事に清掃したというわけで。マリオは何でも似合うね。こっちは？こっち行ってないんじゃない？あ、あとさ、待ってね、これね、これが狙えるかどうかやってみたい。あ、いけるいける。あ、こっちから先行ったわ。これは意味ない。この、あ、剥がせるやつと剥がせないやつがある。色がちょっと明るくてでかいやつは剥がせるんだね。オッケーオッケー。では、あそこに行く？本当に？本当に行くの？登るのかな、ビルの上。さてと、北、北西どこだ？なんか、あ、ん？こっちから来たような気がする。こっちだ。ごめんね、なんかごめんね。この上に行こう。うん、はい、この階段から行けそうだよ。ちょっと待って、今なんかすごい手首の角度になってる。なんで？すごい手首の角度になってる。あ、これ倒しちゃいけないのでは？倒しちゃいけなかったのでは？クリボーで行った方が一人一匹いなくなっちゃったけど。オッケー。で、これうまいか？意味ない。意味ない。だってこっからもう上行っちゃう。おお、あ、意味ない。あ、意味あるあれ、あ、こっちから向こう行きた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 い。何がある、何がある。あ、壁キック。あれ、一緒。あえてこっちから行ってみよう。私壁キック結構好きなんであ、なるほどな。64の壁キック、難しかったからさ、逆にこう、何、ゲーマー精神が出てやってやろうかみたいな感じでさ結構好きだったんだ。こんな事態になるのなるとはどうしたものか。ヘリポート、どちらから来られたのですか？まさか怪物たちの仲間。どこからどう見たらそう見えるの
ではないですよね。大変失礼いたしました。はあ、はあ、ほうほう、進みますか。こっちは、こっちに行きたくなる。あ、なるほど、入り口があるね。だがしかしですよね。振るの楽だね。今更だ。え、さっき見えてました？私見えてませんでしたよ。よいしょ。怖い怖い、はいはい、早っ、こわっ、はい、取れた。揺れる一本橋の先で、アングル変えて、待って、マリオ引っかかってくれるから好き。引っかかってくれる。よし、入ってみよう。入洞窟視聴者内部、なんかいつも工事してるって書いてあったんだっけ。こんな足場だったらダメでしょ。ダメだろ。待って待って待って、投げて投げて。登る登る、待って。やられたやられた。右下はコインの張り紙だけかな。はい、あ、左下下下下。かわいい、かわいいんだな、かわいいって思っちゃうんだな。これは取ってく。どうやって、幅飛びでいい、幅飛びね、幅飛びどうやん。あ、分かった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 、マリオマリオ分かんない。今壁に出かけてくれてたのに、私が B ボタンを押した。ごめん、マリオはいつだって空気読める子なのに。あ、え、上からもできるんだ、見た。へえ、まあかといってそれが活かせるかどうかわからないんですが、というわけで、ね、ノーカットなので、ノーカットなので、待って、なんで落とすの。よし、戻ってきた戻ってきた。壁に引っかかる、壁に引っかかれた、壁に引っかかれて、引っかかれてない。カットする。あ、こうだ。嘘嘘嘘嘘、なんで。急いじゃった。よし、戻ってきたから、こっから上行く。で、パープルコインある、これはこうだな。あ、びっくりした、そんな技できるの。全然全然びっくりした、全然びっくりしたって言い方おかしいけど、あ、すごいな、ホーミング、ホーミングすごいわ。私が思っている以上にホーミングはすごかった。全部取った、ごめん声がでかい。登るで、背中側に向かってジャンプ。あんなところに、あんなところに、これシューっていって、シュッシューってまた登って、これ早く登る。あ、すごい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 。めっちゃ早い。背中方向にジャンプだけ減ろ、上も気になる。あ、な、ま、マッチクリで、ここで待機して取って、で、ブルー、え、左に、なんだろう、え、絶対なんかあるよね。ちょっと、ゲーマーなので、右に、行き、なんで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 、そこで、そういうのいいから、あ、行け。何がしたいんだろう、何がしたいんだろう。嘘、あ、嘘。なにこれ、はい、もうせっかくうまくいってたのに。とりあえずこう行こう。あ、できたできた。で、下から、あ、下からじゃない下からじゃない。なんか喉が
めっちゃ今日喉で喋ってる。ちょ、ごめんね、同じとこ何回もやって。上からだね、上から。ここは下からだけど、こっから、ここは上からだ。で、頭打つから、この辺ね、だからね、そこでね、押しちゃいけないの。そこで押したらダメなんだな。こうで、そう、こう。で、やっと進んだ、ごめんなさい。ほい。これで何にもなかったら、時の衝撃はすごい。当たったのー。これ何？ほい。あ、パーム。よかった。ナイス。視聴者の置き忘れ。視聴者の置き忘れ。視聴者の置き忘れ。はい。電話。よし、行こう。これで気は済んだので、右、ほい。オッケー。あ、これはね、もうなる前に倒したい。なる前に倒して、で、これはちょっとかっこいいことして、この上からやっちゃったり。なるほど、こういうパターンもあるのね。こういうパターンもあるわ。よし、下は降りていいやつ、降りていいやつ。あ、隠しコン。隠しコインあり。あ、待って、皆さんお待ちになって。これはあ、な、やった、イエーイ。これで5回までいける。お、どこだ、ここは。と、まだ上みたいだ。屋上。あー、出てきた。屋上。上に向かった仲間が戻ってきません。なるほどな。一応裏は見よう。あ、マジ？何もないの？珍しい。上にも行けそうになかったよね。じゃあこっちから、よいしょ。その上に行った仲間はさ、どうやって行ったんだろうね。あー、じゃあ来たよ。このままではエネルギーが全て吸い取られてしまいます。なるほど。わあ、めっちゃ吸い取ってんね。視聴者で、あ、でもこれ羅針盤、飛来心だよね。え、あ、え、大丈夫？マリオすごいね。マリオすごいわ。あれ、ちょっと待って、な、適当に投げすぎ。あ、なんか来た。でチャンス。ああ、なるほど。あ、なんかこれアルファベットになってるのかな、狙い通り。ところでもう一匹、あ、なに、あ、これ逃げた方がいいかも。ん、あ、むしろ戦うべきだった。あ、間違えた。これでも当たった。あ、ここに来るっていうことか。なるほど。あ、間違え、ごめん、本当にごめん。もうね、 Y ボタンで押すっていう感覚がない。こういうのが来ると。え、本当に無敵っぽくない？どうなんだろう。あ、お、始まった。始まってる。待って。あ、これ取る、これ取る。消えちゃう。待ってね。意外と忙しい。もう嫌だ。で、どこ行った？あ、
こうやって出てくるのね。あ、じゃあ間に合わなかったのか、その第二形態中に。第二形態よしよしよし、で無理だよね。あ、これそれよりもこれを何とかしなきゃ。で適当に打ったら弾がなくなるから、ちゃんと着実にいくか、ちゃんと避ける。あ、今も止まってくれてる。オッケーオッケー。なんだろうな、なんかのマークなのかな。お願い壊れて。よかったよかった。私今息してたかな苦しい。やったー、今の難しかった。手首死ぬかと思ったイエーイ、ワフー、ニュードンゴシティ風さん中。あー楽しいマリオで超楽しい。あ、はい、どうや。めっちゃワン都市の再出発。あ、これ市長さんじゃない、名前忘れたけど。はい、邪魔者追い払ったね。空も晴れやかだよ。さあクッパの再会を、追跡を再開しようか。上にがっつり船あったけどやっぱ逃げちゃったのかな。バームーンが足りないから町まで探しに行こう。オッケー。画面にラグが出てきたので一旦止めます。え、すごい鳥の鳴き声してるんだけど、これゲームだよね。え、すごい、都会ってこんな鳥の鳴き声するの。え、私、いや今夜だから。なんかうちは昼間こんな鳥の鳴き声はしてるけどしてるけど。あ、活気が戻ってきました。これはど、あ、ここか。すごい鳥の鳴き声けど、都会なのになんかこうどこにいるんだろうって珍しがっちゃうけど、都会なめんなって感じですか。ごめんなさい田舎者です。ポリーン市長がまた何かお困りの様子でした。あの、それよりこっち来た。ああ、お話しする。一回来たことあるのか。写真に収めたくなる景色ですね。フラグですか。写真どうやって撮るんだっけ。スイッチのやつのこと、なんか言ってなかったっけ。アクションガイド、オプションじゃないね。オプションではない、アクションガイド、これだ。スナップショット、サビの途中で下を押すと撮影の準備。あー、なるほど。お、ちょっとやって、待ってね。下を押して撮影はスイッチのあれに入るんだ。こうマリオを非表示できないマリオ非表示はできないのか。ロゴ、あ、ロゴあり、はーん。あ、モノクロにはでなるほど、ロゴ入れるか。フィルター、あ、すごい。おー、プロっぽい強いられてるんだ。すごい。すごいね。まあ、普通で行くわ。まあ、いいや、これで行こう。で、非表示にして。あー、なるほどな。すごいね。ん？あ、スナップショット使います。市長は町に戻られました。スナップショットを丁寧に教えてくれてたわ。もう一歩前に出ればよかった。よし、それじゃあ、この人話しかけたんだっけ？そうそう、話しかけたわ。ごめん。2歩歩いたら忘れちゃうんで。はい。メインストリート。市長はすごい方ですね。すごいね、信頼されてんね。わー。へい。こんにちは。わー、すごい街だ。タクシー。プップって言われたすごい。こうなったらどうなんの。登れる。あっいや、そんなに飛ぶ。野外での演奏が一番ですよ。ノリノリですね
あ、で踊ってんの。あ、これ植えたい。どこに植えるの。ちょっと見つからんぞ。パッと見ないぞ。何これ。さあどうぞ。え、何。ようこそニュードングシティ。アクションガイドは知ってます。はい、あ、良い旅を。30回なんて飛べません。なに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 、嫌な予感がする。オッケー、さやかという名前を世界に轟かせていこう。30回。ごめん、喋れない。目が痛い。無理。ありがとう。何回だって。動画見とこ。縄跳び名人もう二度とやりたくないんだが。心臓に悪すぎる。久しぶり。なんだろうな、それはそれは。回る迷路の中に、今のですんごい疲れた。どこにあるかわからんな、探してみてよ。ピッピッピー。今の100回。やめて、そんなこと言うのやめて。マジで言ってんの。あ、スクーターある。スクーターか。ブンブン青、ブンブン。私さ、一応免許、車の免許は持ってるんですけど、原付きもあるけど、なんか一回乗ったらさ怖くて。チャリでいいやってなった。怖かった。なんかバギーも乗ったことあるんだけど、バギーももうなんか20キロぐらいですでに怖いみたいな。お父さんがなんかバギーが好きな時があって、その時に乗る機会があった。もうバックしたい。バック、いろんなところに電線に乗って上に行ける場所があるね。ふう。でみんなあれだね、スーツだね。サラリーマン街な。あ、なんだこれ。あ、なんだなんだなんだ、出張か。入れる。懐かしい曲。これ何？マリオ RPG？ スーパーマリオ RPG しか思い出せないけど、他に何か使われてましたか？あっちーにゃから世界に広がるスロット部屋にいらっしゃいますっすな。一回遊ぶのに10コインいただく。パワームーン目指してやる。スロット。帽子うまく当てる。パワームーン。何？コインの後？じゃあハートの後。どのタイミングで来るんだろうな。なるほど。あ、待って。あ、違う、ちょっと早かった。ダメ？ダメか。もう一回やっていい？全然喋れないんだが。これ縄跳びとこういう系は全然喋れない。めっちゃ神経使うね。あ、なんで。くそ。あ、そういうこともできるか。なるほど、ちょっとそれやってみよう。横から。今のはちょっとなんかいいあれだったかも。ちょっと待って、すごい熱くなってきた。これでこのパート終わる気がするから、飛ばしたい人は飛ばして。ハートの後ね。よし。で、あ、すごい音が違う。
ほい。あーやっとできたはい、都市の国でスロットやろうっと。なになに、インフンでんの。お上手ですな。もうやらないっす。足なぎれやらない。はい、というわけでスーパーマリオデッセイパート10ここまでになります。いつも見てくださって本当にありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。